こんにちは、コッコです。女一人旅福井ボリューム3は丸岡城と阿諏訪神社です。越前鉄道三国港駅、まずは福井まで。こちら駅舎の中、三国港駅は無人駅のようです。券売機がない。様子を見ながらとりあえず乗車。おやおや、誰も乗っていない。ほどなくしてアテンダントのお姉さんがやってきて発見を。手書きの乗車券。旅のお供はこれ。福井駅到着。レンタカーを借りて次なる場所へ。車を走らせること30分。丸岡城にやってきました。本当にたまたまなのですが、桜祭り期間中でした。たまたまで桜が咲いているなんて最高。丸岡城を目指してなだらかな坂を登っていきます。駐車場はこのように広く取ってあります。入場料は大人450円です。チケットに付属で織物がついていましたよ。石垣の上に静かに佇むお城。丸岡城は1576年戦国時代に築かれました。一向一揆の備えとして織田信長の命により、柴田勝家が甥の勝豊に築かせたそう。別名を霞ヶ城と。この大きさも色合いも妙に落ち着きます。手すりがないので気をつけて。この石垣は隙間が多いため、水はけがいいのが特徴だそう。内部は古いですがツヤツヤの木造。ここは石落とし。丸岡城が霞ヶ城と呼ばれるゆえんは、春満開の桜の中に浮かぶ姿が幻想的で美しいからだそう。今ちょうど桜が咲いていましたね。昔の丸岡城の様子。現存十二天守とは、江戸時代以前に築城され今も残る城。全国に十二城あります。丸岡城は北陸で唯一の現存十二天守。さて、丸岡城の見どころの一つがこの階段。ものすごい急角度。横から見ると分かりやすいかな。1階から2階への階段はびっくり65度。丸岡城の屋根瓦には阿諏訪山周辺で採掘される尺谷石が使われているそう。尺谷石は水に濡れると青みが増す特徴があるため、雨の日こそ風情を増す。約1600万年前の火山活動で降り積もった灰が固まってできた緑色凝灰岩。柔らかく加工しやすい特徴を持ちます。今後は発掘されることがないと言われる貴重な石。こちらは2階から3階への階段ですが、67度とのこと。必ずロープを使用し、ゆっくり上り下りしてくださいね。居心地のいい素朴で味わい深い城。3階からは丸岡の街がよく見渡せます。大野市にも越前大野城があるので、次回はそちらにも足を運んでみたい。ここの階段も急なのでゆっくり気をつけて。ちょうど桜の咲くタイミングで丸岡城に来れたこと、とても嬉しい。この夜間に行われるプロジェクションマッピングも見てみたかったな。桜にぼんぼり。おや、何か掲示してある。一筆掲上書、日本一短い手紙。今回のテーマは時だそう。とても短い文章。すぐ読めるその瞬間にぶわっと心が震え泣きそうに。このお店人気がありました。どれも美味しそうですね。一筆形状茶屋。地元野菜にお米にかき餅、揚げ餅。さすが米どころ。
サバのへしこに里芋の煮っころがし、あれもこれも欲しくなる。日が傾く前に阿諏訪山まで、阿諏訪神社へしだれ桜の様子を見に、ソメイヨシノの後だからまだだと思うとレンタカーのお兄さんに言われたのだけど、咲いているじゃないですか。阿諏訪神社のしだれ桜は樹齢約380年の糸桜、樹高は約11メートル、枝張りは東西に21メートル、南北に23メートル、見事なまでに形作られています。幹はそれほど太くないのにとてもダイナミックです。では参拝させていただきます。阿諏訪神社は慶太天皇ご創建の1500年余りの歴史ある神社です。主祭神は慶太天皇、大宮所の御霊、ご神徳は主に子宝、安産、工事安全など、願い桜絵馬、桜のエネルギーに後押しされそう。見ごろは3月末から4月にかけて2週間ほど楽しめます。夜にはライトアップも。こんなに美しい姿が見れたこと、本当にサプライズなプレゼントです。福井市の中心を流れる阿諏訪川、堤防沿いには全長 2.2 キロにわたって桜並木が。もし桜の時期に福井に来ることがあったら、ぜひ寄ろうと思っていた場所。私は若い頃福井に住んでいました。阿諏訪川の桜並木はその頃に知りました。桜の時期、夜にはライトアップもして、遊歩道の両脇に植えられた桜の木、トンネルのようになり桜との距離が近い。まだ五分咲きくらいかな。でも嬉しい。タイミングって難しいから。こんな風に美しい映像を残せて、それが何よりの宝物になる。福井旅行、なんていい時間。レンタカーを返却しまして、ここは福井駅前のハピリンという商業施設。今日の夕ご飯は何を食べようかな。熟成カツのアマゼンさんへ。店内はこんな感じで座席が仕切られていて落ち着く空間。注文はタッチパネルから。岩塩ヒレカツ好み、福井といえばのソースカツ丼、醤油カツ丼とは、この少し軽めの熟成とんかつにしました。低温管理の行き届いた庫内で熟成させ、旨味と柔らかさを引き出したお肉、デザート付き。カツは低温でじっくり揚げることで柔らかい肉質に。ソースも美味しい。ほっとする味噌汁。ご飯は味付けを選びました。卵黄が添えられていて、途中から味変を楽しめます。ソースと絡めて。ソースカツ丼もいいけど、自分が食べたいのはこっちだった。これ皆さんも食べたくなるでしょう。あっと、ベジファースト忘れてた。ごまドレッシングをたっぷりかけていただきます。デザートは杏仁豆腐、なんと食後にコーヒーまで。コーヒーはセルフでどうぞ。あら、何かしらこのカード、観光情報。ふふふ、次回のために。食後のお散歩、夜桜を見に行きます。福井駅から歩いてすぐの福井城址、徳川家康の次男、初代藩主の結城秀康が1606年に築城し、約270年間17代にわたり、越前松平家の繁栄の舞台となった名城。石垣と堀の一部が残っています。現在本丸内には、
県庁や県警察本部などが。昔縁あって福井に住んでいた頃、この地で働いていました。某乳酸菌飲料の販売員として、市内の事業所、学校を中心に回っていました。子供も小さく若かったあの頃、一緒に働く仲間やお客さんにとても可愛がっていただいていました。福井の方は仲良くなると講師の隔たりなく良くしてくれて、イベントにもよく誘ってもらったな。福井弁も大好きで、聞きたかったけどあんまり人と話せなかったのが悔やまれます。そう、ここ秋吉にも行きたかったな。もう駅に着いちゃった。それにしても恐竜で大盛り上がり、勝山の恐竜博物館も大人気のようですね。さて、夜行バスの時間までまだもう少しある。レンタカーのお兄様、おすすめの場所へ。今回何度も出入りしている東口の観光交流センター、屋上広場へ。ここ静かでいいですよ。新幹線のホームがよく見えるのもおすすめポイント。北陸新幹線が福井敦賀まで延伸して東京から近くなりましたね。今回の旅行は夜行バスを利用しましたが、北陸新幹線乗ってみたいですね。昔住んでいた福井、懐かしい人にも会いたいな。嶺北だけだってまだまだ行ってみたい場所があるし、一泊二日じゃ全然足りないし、またすぐにリベンジに来ちゃうかも。福井大好きです。お土産は鏡屋さんのもみわかめとしそ昆布のふりかけ。もっといろいろ買いたかった。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。